今ちょっとエアコン寒いから風が当たらないこっち側に行こうかなと思って、ちょっとテクテク歩いて、うーんって鏡こう見てたら、何これ？ これさ、髪の毛だよね。ティッシュですよね。 は？何これ？ちょっと待って。ちょっと待って、これ。なんか、エクステみたいじゃない？なんか。なんかさ、ここの部分がさ、おかしいもん。人間の髪、こんな風になんないよね。エクステだね。してたけどさ、俺こんなもんつけないよ。何これ？なんか、清掃ミスかな？清掃ミスだよね。でも、怖くない？ なんでこんなあんの？多分だけどさ、清掃する人ってさ、ちょっとドア開けるから静かに喋る。こう開けるじゃん。こう開けるじゃん。いないよね、誰も。でも、こう開けるからさ。で、これで、さっきの。こう開けてさ。で、こうなんだよ。だから、こうしか見えてないのよ。こうしか見えてないから、こうやって帰るときに、もうガチャって閉めたら、こいつが残ってるっていうことだと思うんだよね、きっと。ホテルって大体そうなんですよね。清掃するときに、ここだけガーンって開けて、多分こことか見ないんですよね。だからこれが残ってるんですけど、にしてもさ、これだけ残るなんてことある？なんでこれ、なんでこの1本しかないの？触っちゃってきっしょ。もっとさ、なんかこういうのってたくさんつけるんじゃないの？あんまつけたことないからさ、ちょっと知識がないからわかんないんだけどさ、怖くね？ ああ、なんか取れた。しかも、なんか、これがさ、ずっとここにあるっていう事実が嫌だからさ、これを捨てたいんだけどさ、これ捨てに行けると思う。ちょっと、うまいこと。あ、来た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 。ああ！まあいいや、ちょっと髪、この、なんか、エクステっていうか髪の毛っていうか、なんか、それだけでも、ちょっと気性いいわ。ちょっと気性いいわ。よし。ああ、切ったね。いよいよさ、このシミですらなんかちょっと怪しくなってくるよね。何よ、もう気性いいもん。もう気性いいもん。本当にしんどい。もう。まあ別にね、髪の毛あるぐらいでね、クレームを入れるほどではないんですけど、びっくりしたなっていう話でした。以上です。